でやめよう。1万5000。どうも、エルザーです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて、前回倒して、進行を10にしたので回復できるようにしました。あとはイルシールの直剣とっていう盾。でね、左側の洞窟か行かないといけないっぽい。なんもないね。かな。でもあれだね。前回見てほんと分かったけど、得意不得意のボスがね。ちなみに、今回、結構死んだので、ダクソのエルザ君は、こんな感じです。ひどい。穴絶対詰まってんだよな。目ん玉とかも黄色いしね。こんな感じですね、今。ダクソのエルザ君はどんかなくなっていくっていう。じゃあ、こっち。なんかちょっとここ雰囲気違うよね。元気玉？いやー、マジで。こいつやばくね？これでまた一つ、エルザ君の顔が付き合えない顔になっていく。強っ。倒すのやめて。ここいんのかよ。当たるんだね。待って、やっぱ消えるのか。火の玉、やっぱあれ、いけるね。なると、火の玉どうだろう。でもなんかあんまフロストバイトしてないような感じだもんね。違うね。ちょっと待って。なぜ。いいねー。ここら辺はちょっと、なんだろう、厄介なのしかいないね。あれ？されたて。いや、待って。今見てたんだって。あ、ほんと腐ってるんだね。まあ、低かったね。あ、降りたいけど先をなんとかする。あ、いや、ちょっとめんどくさい組み合わせだね。待ってんじゃん。もろ待ってんじゃん。待って。全然回復しねえわ。進行が足りませんでした。あー、まあそうだよね。安めだ。あー、しかも間違えた。いや。これ絶対動くでしょ。ほらー、なんかいるし。なに君何いろいろと全然削れねえ。アゴエルか何かかなと思ったらなんかヌメヌメしてたね。いけないのかい。やべ。中を吹っ飛ばしていい。誰やりかけら大かけら結構もらえたね。やばいなぁ。辛いよ。こう、難しいゲームとは聞いてたけど、急激に良くなられると困るな。階段降りてきた。もう一体ぐらいなんかいたような気がする。やばいやばいやばい、やっちゃっちゃっちゃ熱い熱い熱い、やるなお前っていう感じなのかあれ。硬いねー。タイプいるなぁ。やっぱいけるよね。びっくりしたびっくりした何事かと思った。マジか。待て待て待て。で、お前がいるんや。マジか。ちょっと回避もできなかった。そういうルートね。はい。まったくー。お、褒美出た。プロ棋士シリーズだね。僕はなるけど。いいね。やっぱ全体的に伸びるね。気が良かったなというふうに思いつつね。また、プロ棋士の剣。力が足りねえってことは死ななければ装備できた可能性あるね。とうとう黒騎士が出るか。てか、どういう感じなんだろうね。かっこいいね。バランの体使いこなしてきたらっていうか、ある程度使って能力も上げれたら変えよっか。で、こっちだよね。手がね、分からなくなるんだよね。ぱちょっとあそこは雰囲気違かったね。泉さん、うん。あとはいいね。どんどん下に行く感じか。みさんいるね。ソウルゲット。どっちだろう、こっち。なんかいたな。こっちは泉ゾーンか。地味で痛い。それだけっぽいね。経験値がありますよぐらいで。何もアイテムないんだ。ちょっと待った。よーし。かけら3つ。なにこいつ。なんだこれ、気持ち悪い。マジで意味不明なやつが大量に出てくんの。待ってた。うわー、カエルみたいな感じか。とりあえずなんか触れたらやばそうなのは分かった。ちょっと待った。なんか溜まってる、なんか溜まってる。ちょっと引っかかるな。おーおーおー、石化か。そうだね、片手で先に詰めてしまえばって感じだね。うん、ナイスナイス。オッケー。しかもなんか上からいける的な感じだね。多分さ、ネズミがいたところ、お宝もあったじゃん。あそこの壁あれいけるんじゃないかな。そうじゃない、こういうところの。ダリスの杖で詠唱で、あ、これで属性つけたりとかできるかもね、もしかしたら。ああ、でもここはあいつらの巣みたいな感じか。えに辺は特に。で、こうがおー、モグボだ。ちょっ何も見えなかった感謝をってあー、マジでほらおー一撃そうやろいんのかお前ロキシさんよ。はい。こういうことね。はい。何もなし。エストビンぐらいか。また登ろう。ああ、あの車輪く、大変だ。いやー、でも、マジで、なんだろうな、前回はボスやばかったなーと思ってたけど、今回ボスプラス移動も大変だねー。はあ、ちょっと、なかなか休まらんよ。なかなかこれは休まらん。狙うのが僕だけだもんね。雑魚敵の方に行かないもんね。もう一体来てると思った開け方は立派なんだけどな。何回攻撃するんや。やばいのは貫通してくるよね、盾で。あー、すげえ、こいつ強えわ。カット率100関係ないんだね。出血やべえ。あー無理。あーあーつらーいつらーい。あーでやめよう。ああ、15000。ああ、吹っ飛んだ。あ、全然うまくいかんかったわー。マジか。ああ、ということで、今回ここまでにしたいと思います。もう全然だったねー。難しいわ。まあ、ちょっと装備変えるとか工夫はしよっかな。お金落としてしまったから仕方ないんだけど。はい、一回見直します。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またね。